皆さんこんにちは、賃貸のまさきの中島です。本日私は奈良市法輪町にございます近鉄奈良駅から歩いて約10分の 1K の賃貸アパートレオパレス法輪町にやってまいりました。この部屋、まずはこの洋室が、とても広々としておりまして、テレビやテーブルなどを置いていただいて、またベッドなどを置いていただいても十分にスペースがございます。ベッドを置きたくないなという方はご安心ください。このようにロフトスペースがしっかりとございますので、ここをベッド代わりに使っていただいてもいいかと思いますよ。またバルコニースペースはこのように広々としたバルコニースペースがございますので、お洗濯物やお布団などもしっかりと干していただけます。そして収納スペース、収納スペースはこのように高さも奥行きもしっかりとございますし、このようにですね、こちら、はい、使わずに、一つのクローゼットとしても使えるので、とても使いやすい、収納スペースがございます。この収納スペースも同様の形となっておりますので、ぜひご利用ください。それでは奥のキッチンスペースをご紹介いたします。キッチンスペースは水筒棚や水切り棚、そしてシンクとしっかりとございますし、まな板を置いていただくスペースもございます。また電気コンロもございますので、ご料理もとてもしやすいと思います。下にも収納スペースがございますので、ぜひご利用ください。冷蔵庫は2口の冷蔵庫がございますので、こちら最初にご準備の心配もございません。また、ここにお風呂、洗面所、そしてトイレとございますので、使いやすいお風呂場となっております。玄関スペースも広々としておりますので、靴もしっかりと置いていただけます。はい、これでお部屋のご紹介は全て終了とさせていただきます。学生さんにおすすめの 1K の賃貸アパート、気になるのはやっぱり賃貸条件かと思います。気になる賃貸条件は弊社ホームページをご参照ください。奈良のおもてなし、奈良心、賃貸のまさきでは奈良女子大学、奈良県立大学、奈良教育大学の学生生協と提携しております。新入生の方はもちろん、在校生の方も本来でしたら仲介手数料といたしまして家賃1ヶ月分の消費税を頂戴するんですが、学生の方皆様すべて半額とさせていただいております。この機会にぜひ一度ご来店ください。はい、そんな感じで今日は、レオパレス法輪町のご紹介でした。またご覧くださいね。